皆さんこんにちは、亀三昧です。今日は60センチ水槽の撮影をしています。この60センチ水槽の中には3匹の亀を飼育していますが、あまりねじっくり紹介をしたことがなかったので、今日はこの動画で、この60センチ水槽の中に生活している3匹の亀を紹介していこうと思います。まずはこの子、カロリナダイヤモンドバックテラピンのコンセントリックですね。黒い甲羅に白い肌のコントラストが綺麗な個体だと思います。この子はですね、ダイヤモンドバックテラピンの有名なブリーダーのトヒラさんという方から譲っていただいた個体です。こんな感じでね、水槽を覗くといつも餌くれをしていきますね。この子はちょっと尻尾がね、もうだんだんオスっぽい感じになってきて、で、まあ、大きくなってきたら120センチ水槽の、カロリナのね大きい子たちに仲間入りしてもらおうと思っていますがね、まだ少し小さいんで、こちらの60センチ水槽で飼育をしていきます。脇のシマウマみたいになってる模様がねすごい綺麗なんですよね。では2匹目はこちら、オルナータダイヤモンドバックテラピンです。こちらはおそらくメスかと思います。まあ、まだねここから尻尾が太くなってくる可能性はあるんですけど、まあ、おそらく、まあ、メスで間違いないと思います。ちょっと邪魔ですね、どいてください。まあ、この子はなんといっても頭の白さ、まあ、オルナータってねよく、ピンクヘッドだったりホワイトヘッドとかね、パープルとかいろいろ頭の色があるんですけど、この子は綺麗なホワイトタイプですね。で、まあ、南部系特有の甲羅のゴツゴツ感がすでに出ています。はい、こちらはミシシッピアカミミガメのゴールデンピューターという、モルフの個体です。こんな感じで、ね、赤耳模様が残っていて、甲羅は黄色くて目がね青いんですよね。こんな感じで、これすごいかっこいいですね。青目の赤耳がめちゃくちゃかっこよくないですか。でピューターとゴールデンピューターっていうモルフがあるんですけど、まあ、ゴールデンピューターの方が甲羅の色が明るくて、で、まあ、だんだんねピューターって成長してくると頭の色がねくすんでくるらしいんですけど、まあ、ゴールデンピューターもまあ多少はくすむんですけどね、ピューターよりは色が明るいのが保たれるらしいです。今ざっくりね、3匹のカメを紹介しましたが、ちょっとね餌やりをしていこうと思います。餌やりは基本的に、バケツに移してねあげています。こうすることによって水槽の水が食べかすで汚れるのを防ぐことができます。こんな感じでさっきのカロリナはめちゃくちゃ食ってますね。こちらのオルナータもよく食べています。このオルナータはねこう成長するにつれてなんとなくこの黄色い部分がだんだん拡大しているように見えます。どんな変化をしていくのかものすごい楽しみですね。カメラを向けられて警戒していたゴールデンピューターも餌を食べ始めました。普段ねこの子が一番食べるんですけどね、青目と赤い
耳のコントラストが、不思議な個体ですね。かっこいいですね。うん、よく食べます。こちらのカロリナブラックはもう食べ終わっちゃいましたね。こちらのオルナータももうすぐに食べ終わっちゃいました。手に取って観察をしていきましょう。まあ、テラピンってね、手に取って観察するって言ってもね、めちゃくちゃ動くんで、なかなかね、観察しづらいところはありますけども、甲羅の黒い感じがめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ、カロリナのコンセントリックってやっぱり施工が明るい子が人気あるんですけど、僕はこんな感じで頭が白くて、この黒でね、はっきりこうコントラストが分かれている個体も僕は好きです。あ、これ多分オスで間違いないと思います。いや、いい答えですね。はい、こちらはオルナータ。この白い体色に黒い甲羅がかっこいいですね。でもこの子はね、購入時からちょっとここの円甲板が歪んでるっていうか、ちょっと内側に入っちゃってるんですけど、まあまあ成長とかにこう生活するにあたっては全く問題ないレベルですね。いやー、この子はかっこいいメスになりそうですね。はい、でこちらがゴールデンピューター。赤ウミガメってね、こう餌くれをする割に、持ち上げられると結構警戒するというか、こんな感じで、完全に頭を出さない個体がうちは多いです。あのアルテとかはね、よく、人慣れしてますけど、このゴールデンピューターとあとブラックパールとかはなかなか人慣れしてくれないですね。はい、といった感じで、我が家の60センチ水槽で飼育している3匹の紹介でした。もう少し成長してきたら90センチ水槽にね、グレードアップしていこうと思いますので、その時はまた動画にしていこうと思います。で、この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。